森光明は日本の実業家、オリエンタルランド第三代代表取締役社長、徳島県徳島市幸町出身。1946年に京都帝国大学経済学部卒業と同時に三井物産に入社するも三井財閥解体のため1年で退社。その後、1947年9月に知人の勧めで日本工業銀行に入行。 1973年に仙台支店長就任。1975年に関連会社の常は交産常務取締役に就任。1979年に同社の専務取締役を経て、1980年にオリエンタルランドの専務取締役に転身し、東京ディズニーランド建設に参加。1988年4月に、 高橋正人も代表取締役社長の妻、ヒ子さんが心臓病の悪化したことをきっかけに、同年6月25日付で同社の3代目代表取締役社長に就任。1988年4月15日の東京ディズニーランド開演5周年記者会見で、ディズニーハリウッドスタジオの日本版、ディズニーハリウッドマジック建設に積極的だった。しかし、 1991年9月5日の高橋正友代表取締役会長とウォルト・ディズニー・カンパニーのフランク・ウェルズ代表取締役社長との会談で計画が中止となった。その後、1991年の銀行関係の新年会に元気な姿で出席していたが、年が明けた1992年1月9日に心筋梗塞を起こし、 東京都渋谷区の病院に入院するも、同年1月11日午後1時13分に帰らぬ人となった。同年には、高橋正友会長の愛妻、ひろこさんも亡くなっている。ありがとうございます。